第6章教書の攻防。落雷のような音、後ろの車両か。炭治郎は戦いながら振り返る。状況がわからない。善逸は起きたのか。煉獄さんは、根津子は。だが一瞬でも気をそらすと触手が襲ってくる。自分に向かってくるものに集中していると、今度はあちこちで乗客が飲み込まれそうになる。炭治郎は目の前の人たちを守るので精一杯だ。まずいぞ、どうする。連携が取れない。後ろの車両の乗客は無事だろうか。見る間に膨らんでくる肉の塊は上からも下からも炭治郎に迫る。くそ、狭くて刀も振りづらい。少しよろけただけであちこちに体がぶつかる。足をすくわれそうになる。打開策が見えず、炭治郎は歯を食いしばった。まさにその時、炎にも似た人影が客車の中を歩き始めていた。うたた寝している間にこんな事態になっていようとは、よもやよもやだ。きりりと顔を上げたのは縁柱煉獄杏寿郎だった。柱として不甲斐なし。狙いを定めて伸びてくる触手を握った円筒で両断すると、煉獄は深く息を整える。穴があったら入りたい。その一言とともに煉獄は床を蹴った。ドン。何が。列車と一体化したエームは体の中に爆発するような痛みを感じて絶句した。後方の車両から灼熱の物体が内部を駆け抜けていく。焼けつくような衝撃が演武の肉を切り裂く。列車が跳ね上がり、線路から浮いた車輪が空回る。なんだ今の。衝撃は炭治郎のいる車両にも届いた。炭治郎は大きく弾き飛ばされ、壁にぶつかりながらもかろうじて着地する。鬼の攻撃か。なんとか体勢を立て直し顔を上げると、鎌田少年。熱気をまとった煉獄が目の前に立っていた。煉獄さん。驚く炭治郎の前に膝をつき、煉獄はやや早口で言った。ここに来るまでにかなり細かく斬撃を入れてきたので、鬼側も再生に時間がかかると思うが余裕はない。手短に話す。はい。この汽車は8両編成だ。俺は後方5両を守る。残りの3両は黄色い少年とかまど妹が守る。君と井の頭少年はその3両の状態に注意しつつ鬼の首を探せ。首？でもこの鬼は。言いかけた炭治郎にぐっと顔を近づけ、煉獄はきっぱりと言い切る。どのような形になろうとも鬼である限り首はある。俺も急所を探りながら戦う。君も気合を入れろ。そう言うと煉獄は立ち上がり、一瞬腰を落としたかと思うとドッと床を蹴った。ものすごい衝撃が走り、熱風が渦を巻く。次の瞬間、もう煉獄の姿はどこにもなかった。すごい、見えない。彼が走り去っただろう後方に向かい、炎の気配が漂うばかりだ。さっきのは煉獄さんが移動した揺れだったのか。
これが鬼殺隊の柱。初めて目の当たりにしたその力に炭治郎は圧倒される。状況の把握と判断が早い。五両を一人で。はっと顔を上げた。感心してる場合じゃないぞバカ。やるべきことをやれ。自分を奮い立たせるとすぐ立ち上がって走り出す。鬼の匂いがどんどん強力になっている。急げ。襲いかかってくる触手を切り払いながら炭治郎は声を張り上げた。伊之助、伊之助どこだ。らっせ、ぶち殺すぞ。天井から怒鳴り声が返ってくる。上か。どうやら屋根の上を同じ方向に走っているらしい。ギョロギョロ目ん玉に刺すされた。ギヒンニャンニャ。いつでも自分が一番強いと信じている伊之助は歯ぎしりしている。ギョロギョロ目ん玉とは煉獄のことだろう。でもなんかすごかった。腹立つ。伊之助、前方の三両を注意しながら。わかってるわ。伊之助は全速力で走りながら叫ぶ。そして俺は見つけてるからな。すでにな、全力の七の方で。この主の急所。伊之助の使う獣の呼吸七の方は、自分から遠く離れた場所まで感覚を伸ばし、敵の気配を探ることができるのだ。そうか、やっぱり前方だな。そうだ、前だ。とにかく前の方が気色悪いぜ。伊之助の声が遠ざかっていく。炭治郎は強くうなずくと、自分も連結部から外へ出た。強い風のせいで匂いが流れて分かりづらかったが、伊之助が言うならきっと間違いない。石炭が積まれているあたりだな。声を張り上げると前の方から、そうだ、と力強い返事が来た。分かった。よし、行こう、前へ。炭治郎もまたひらりと屋根へ飛び乗った。煉獄さんは五両もの客車を守ってくれている。伊之助は敵の急所を見つけた。善逸も禰豆子も戦ってる。俺も役に立たなければ、みんなを守らなければ。鉄板や板の結合部から襲いかかってくる触手を切り払いながら、炭治郎は伊之助の後を追うように走り続けた。